よし、ありがとうございます、はいまあ、なぜこの声かと言いますとですね、まあ、なんと言っても昨日そしてこ今日握手会皆さんありがとうございましたすごくたくさんの方が会いに来てくださったおかげでもうねたくさんお話ししたのいろんな人とね もう,超幸せでしたもうこう僕は積んだ英、えーえー、気な立なっていうことで「声積んじゃった」の握手会が初めてだったのかな昨日と今日がそうだったんだけど皆さんと一緒にお話しして、まあ、しかもねいや話まとめてから喋ってってことなんですけど私今回の握手会とかお話し会オンラインお話し会もなんだけど一部2部3部なので全部。 全部の部のそれをそれで全部なんだけどさあら音が聞こえない聞こえるようにするね聞こえてるかしらそうもう全部ね朝なのよだからもちろんさ皆さんさ朝なんて眠いじゃん眠いよね 私もね、まあ朝別に得意かと言われたら得意なんですけど、どっちやねんっていうことで得意なんですけど、そうでもね、まあ、かなり早いというわけで、だって9時スタートよ。正直、ね、寝,て寝れるもんなら寝たいじゃん、休日なんてね。そうだけど、9時からということで、まあ正直皆さんね、もうお疲れだと思うから、そう。と思ったんだけど、なんと1部から2部、3部までもう本当に、 たくさんの方が会いに来てくださって、一緒に早起きしてくれて、もう超私は寒類。感激涙。寒類。寒類チャンネルという感じで、本当に皆さんありがとうございます。まあ、ちなみにですね、今回まあ朝早いということで、それに合わせて服装をね、ちょっとテーマを決めてやってたんですけど、昨日は、パッと目が覚めちゃう爽やかコーデということで、 まあ爽やかなワンピースを着てお話しさせていただいたんですけれどもあのワンピース実はあのツイッターにも書いたんですけどマホピュアさんのお下がりでして <laughs> マホピュアさんありがとうございます感謝でございますそうマホピュアさんのお下がりで黄色のワンピースなんだけどでカチューシャ白のカチューシャもつけたんだけど結構珍しめ私結構ねなんかいつもよ。o っていうちょっとかっこいい感じの服が多かったんだけどまあねやっぱり爽やかに朝を迎えたいじゃんみんなも爽やかにひ爽やかな私を見たいじゃんあつみ見たいよね、うん、見せてあげようということでそうまあ珍しく、まあ、ちょっとストレートヘアでねちょっともうかお嬢様っていう感じで。 やらせていただきましたわおほほ喋り方までお嬢様になってしまいましたわそうカチューシャもつけてねでカチューシャはね白のカチューシャだったのね真っ白の何も飾りもついてない真っ白のカチューシャだったんだけど「あれ今日ハチ巻き巻いてる?」って言われて <laughs> よく思えば確かに写真とか私見返してたらめっちゃ白組のハチ巻きうん運動会かなーって感じの。 雰囲気でちょっと私もなんかそれは言い返せなかった「いやカチューシャだよ!」って言ったけど「確かにハチマキ説もあるってこと?」ってなってあんま言えなかったうん正直ハチマキだったかもってことで実質運動会コーデかもしれないねそういうこと <laughs> そうでも結構ねあの時は本当に大好評でして「ひゆかちゃんもこういう雰囲気いいと思うよ」みたいな「似合ってるよ」みたいなこと言われたので いやもうそれはそれはもう何うんんかハムザハムニーだありがとうございますという感じで本当にありがとうございますちょっと嬉しかったのでまたああいう系統もやっていこうと思いますで本日もう問題は今日なのうえ、ん、なあラブさんね今日の問題聞いてくださいなラブさんありがとうタワーね今日問題があったのなあラブさん 今日さ妹コーデをしようと思ったのよ並ぶさんでねでまず妹コーデって言ったら多分皆さんも予想してたのはまあ中学生とかまあちょっと思春期のなんか「お兄ちゃん起きてよ」みたいなうん感じかなと思ってたと思うんですよそう作業日かそんな甘くないですちちちち,ちということで まあ、あえてその予想を裏切っていこうということでなんと今日は幼稚園児になりましたイエーイ12歳ぐらい若返ったんじゃないかなと思いますうん今日は5歳の設定でやらせていただきましたうんねチューリップの名札に「チューリップ組ひゆか」って書いちゃったりしてねそうもうみんなびっくりしてたよ来た瞬間みんな「んえっ?え」 妹というか子供というか娘というか孫というかってみんな困惑してたんだけど何でも S うん子供かもしれませんし、うん、幼稚園児ですしうんそうでしかもちょうどね隣で恐竜展みたいなのがやってたらしくてもう恐竜といえば私福井家といえばカーニ恐竜ですからもう私の展示会がやってるということでもうみんなワクワクそわそわしていたんですけれどもそうちょっと 行ってきたらみたいなこと言われて確かに確かに、ね、この学校だったら子ども料金できるのではとか思っちゃったんですけど結局行けずという感じでそうどうだった結構ねなんかそわそわしたわそわそわそわチャンネルでしたうんなんかどういう気持ちで皆さんとお話しすればいいのかちょっと困惑はしたところではありましたうん でもねそう逆にみんな起きたんじゃないかなと思ってびっくりで「ええー、みたいな「えひゅうこちゃん?」みたいなまあまあそれがね今回の目標というか「目を覚まそう」というコーデですのでまあある意味正解だったのではないかなと思いますはいそうそうでそう今回からさ握手が直接 になったじゃん手袋なしになったじゃんだからか知らないだからか知らないけどだからなんだけど <laughs> めっちゃ急に知らないだからか知らないけどだからなんだけどあのこう握手アクセスするじゃんそしたらねみんな私の体温を知ってるのかな把握されてて私の体温、まあ、結構ね私冷え性なのかな結構基本的に手が冷たいんですけど、まあ、今はね5度くらいうん でではあるんですけどそうちょっと冷ためなのねで昨日とかは結構握手して「え冷たいね」みたいな「冷えしみたいなこと言われて「あそうなんです」っよく分かりましたね」みたいな「うわ分かるよ」ありがとうございます」とか言ってねやったんですけども今日はねそう昨日来てくれて、まあ、今日も来てくださった方々もたくさんいらっしゃったんですけど今日は昨日と違って「今日あったかいね」みたいな「昨日よりあったかいよ」もしや照れてる。 って言われたのそうかもと思って正直まあちょっとねまあ仕事上その恥ずかしさとか恥は見せず堂々と幼稚園児なりきってみせますよと思ってたんだけど、まあ、心のどこかでこれ大丈夫かなっていううんこれ合法ですかってちょっと思っていたうん正直これ大丈夫かなっていう思っていた。 そうだから、まあ、それが伝わっていたんだとうんバレていたんだなと思いましたはいお手が冷たい人は心が温かいですあそれよく言うよねってことは私は心がいつでもポカポカですからってねうんそう今日そうなのさえちゃんがねあらいのさえちゃんなのよあらいのさえちゃんと偶然お揃いでねこれなんと 合わせよさえちゃん。はい、ひゆかちゃん。じゃなくて、偶然なの。まさかの。私もびっくり。そう、あの、他のメンバーさんに、え、今日さえちゃんとお揃いなんだねみたいなことを言われて、えみたいな。さえちゃんとお揃いって、え、いや、別にそんな違いますよみたいな。えみたいな。さえちゃんも幼稚園児だったよみたいな。ええー、ってことで、 パーってサイちゃん探したら私と全く同じ格好をした子がいてボブヘアの可愛い子ちゃんがいてしかも日にちも被るびっくりはいなので写真もねあのー、X の方にあげたのでぜひ皆さんご覧くださいよろしくお願いしますもうびっくりよ 同じね幼稚園のねさえちゃんさえちゃんが一個上なんで年長さん私まだ年中なんですけどそう年長さんがいてそう奇跡のお揃ろいチャンネルそうだったのこれも前代未聞のお揃ろいチャンネルということでさすがに驚いたよねうんいやでもね似合ってたすごくなんか緊張しちゃったでもなんかちょっと安心した 私と同じ子がいる恥ずかしいなんて思ってちゃダメだね <laughs> って思ったうんやっぱやりきるんだよさやちゃんありがとねどうしたね同詞だねそうアンネームでねそうさやちゃんさやちゃんね前ドーナツは結構してるとか最近もうめちゃめちゃ話すのよさやちゃんとワウたびさやちゃんひゆかちゃんとか言ってねそう仲良しなので アンレームもそう一緒だしねそうなのまあでも本当に話変わるけどやっぱり皆さんがねたくさん褒めてくださったのよこの2日間いやもう私がさ幼稚園児になってもさ私が「どうですか?」って言ったら「おいイスアイス」イス「なくなった」「ありがとうアイス」そう本当にね私が「どうですか?」って言ったらみんな「いやいいよ」みたいな「似合ってるよ」みたいなうん めっちゃ褒めてくれてそうなんかうん感謝そのおかげでやりきれました私はそうあとなんか「いやもう全然現役でもいけるよ」みたいなこと言われて「ねそうかな?」とか流したけど「現役でもいけるそれは無理かも」って思ったけどでもそうやってさ褒めてくださったってことはさ嬉しいのよありがとうねみんなのおかげでたくさんたくさん 元気が出ました。元気百倍。ヒューパンマンと言ってみたりとかして。うん、そう。アイス来た！アイスだ！あないまた！早い。アイスはやまアイスってもう今の時期アイスですからね。ね。もうアイスって美味しいのよ本当に。そんなこと分かってるって話だよね。 でも最近さアイスって溶けるの早くない夏になったからかなから例えばさコンビニで買うじゃん。でよーしって言って家までこうやって歩くやん。溶けてんのよアイス。あそうだ話変わりすぎなんだけどさ最近おすすめのアイスが見つかったのよ。前まであのピノのストロベリーチーズケーキ味を。 皆さんにおすすめしていたんだけど最近ちょっと入手困難ということで私ももう見かけなくなったのよついにストッチアジ売り切れたのかななくなったのかな終わったやっぱり終わったよねそうだからなくなっちゃってで私はもう次のアイスを求めて旅を旅に旅をしていたんだけれども出会っちゃったおすすめさせていただきます私の今月のおすすめアイス 雪見大福みたらし団子味ですこれまあ美味しい私はねこちらどこで入手したかと言いますとなんと軍司彦星さんからねあの楽屋に大量のアイスが仕送りされてきましてあらやだ嬉しいということでねまあ劇場公演終わりにじゃあちょっと一口じゃあ一ついただきますと思っていろいろ。 もういいっっぱい入ってたのよ本当にお高いハーゲンダッチュからいろんなものまでねでなんかまあでもちょっと変わったものあんまり自分で買ったことないものを食べてみたいなと思っていろいろ探してたのそれがあって「っ私が知ってるゆきみちゃんじゃない」ってなってちょっと怖いやん。 にねこれほんとだよお,おばあちゃんみたいなかこんな感じもう本当に美味しくってこれぜひともねジャパネットひゆくになってるんですけどぜひともこちら見たらしい団子雪見大福でこれおすすめポイントがもう一つあってあの普通の雪見大福だとさバニラアイスにお餅じゃん。 しかしみたらし団子雪見大福はいふはおもちがちょっとみたらし味で中はバニラその中ポインツその中にみたらしのタレが入ってんのええいなええってなってもうそんな最後まで楽しめちゃうっていうそこがポインツうん。 ぜひとも皆さんゲットしていただきたいんだが、私はその冷凍庫以外で、そのアイスを見たことがなくって、ちょっと誰かもしかしたら目撃情報あれば教えていただきたい。でも結構皆さん見つかってないよね。私もね、コンビニとか色々見てはいるのよ。なくて。ちょっと軍事彦星さんに聞くしかないかなっては思っています。うん。 ヒューカが宣伝したらなくなるよ。ちょっと私の分は残したままみんな買って。程よく買って。あ、ドンキにあんのかなうわ。ぽいぽいぽい。確かにドンキ見てみるか。あ、ち、あ、情報あります。千葉県のディスカウントストアで1ヶ月くらい前。え ?1 ヶ月くらい前ということはもう終わっている もしやえ無理私の今月のおすすめアイスとか言ったのにもう終わっているもしやちょっと誰かまたちょっと最近最新目撃情報があったらぜひとも私にお願いいたしますはいちょっともう絶対買いに行くのでちょっと千葉県もねもう最悪どこにもなかったら千葉県まで行かせていただきますねうんありがとう本当に そう、ということで。まあもうこの夏はね、もう最近暑いですから皆さん、本当に無理なく過ごしていきましょうね。まあでも、雨降ったりしてるからね、最近。ちょっと天気も情緒が不安定ということなんだけれども。まあ私たちはね、そんな天気に左右されず、元気に生きていきましょう。それこそ福井にはあるかも。ああ、<laughs> それこそって何よ。福井は何でもあるんだからね。 ちょっとお母さんに聞いてみるかちょっとお母さんに送ってもらおうかなちょっとア,イアイス送ってくんない届いた時にはどうなっていることやらねええまだ梅雨って開けてないの話変わりすぎでしょえでも気になるまだ梅雨って開けてないのもう開けてたと思ってたてっきり梅雨明けならずか梅雨明け来週か今週か おもうすぐ開けるそっか梅雨明けろあああちょっと話したいこといっぱいありすぎえ昨日の音楽の日見ました皆さんえ超かっこよかったくないですかこれ v i v a s でも,もうついつい言っちゃったんだけどさめっっちゃかっこよくなかったわあ当たった当たりきた当たりきた あ消えたえそう昨日やばかったよねもう本当にさゆいちもさあずちゃんもさいとももちゃんもさみんなダンスうますぎねまずそう私なんかもうさ2人じゃ3人ともさめっちゃ頑張ってるの見てたからさなんかもうすっげーってなってたしゆいちねぶちかましてたよねめっちゃよかったんだけどなんか私泣きそうになっちゃって普通に。 なんかさ、あ、今回のさ、幼稚園児の服もさ、唯一に借りたのよ。そうで、今日会ってさ、唯一に借りて、でもいつも通りの唯一で、でもパフォーマンスしてる時はあんなにかっこいいんだよ。本当にかっこよかった。うん、こま、こまねちもしてたしね。でもうあんたは本当にすごいよって、ちょっとね、もう親気分。 うん、育てたんかもうめでて上げたくなった本当に偉いねって本当にすごいしうんかっこよかったもうつい速攻 LINE したもんね「ゆういちほにすごいよ」ってもう、うん、多分ちょっと興奮しすぎてめっちゃこじったけどそう本当すごかったあれ素晴らしいねうんちょっともう見つかれって思いましたさすがに うん、私もねもうあんな綺麗にというかバキバキダンスを踊れるようになりたいのでこれからちゃんとちゃんとというかもっと精進しますそうあでも話変わりすぎるんだけどそれ関連で言うと最近では今回の握手会から結構やっぱり劇場を見て好きになりましたとか劇場で一目惚れして会いに来ましたとか言ってくれる人が多くってめっちゃ嬉しいのね そう私本当に劇場公演一回一回,回やっぱりさもう今の劇場に立つことって残りわずかになってきたじゃんだから一回一回を大切にしたいなと思ってそうやっているからそうやって褒めていただけてそうやって会いに来てくれて感想言ってくれるとかめっちゃ嬉しいのねそうだから本当に皆さんありがとうだから本当に頑張るねうん本当に頑張るねそう ぜひとも皆さん劇場公演気になるよって方は見に来てくれたら嬉しいですしまあね結構基本握手会はね2個2個イェイエイェイイェイってやってるんですけれどもまあそこでねそれとの劇場公演とのギャップこちらかなり大切にしているのでぜひともギャップを楽しんでいいたたただけらさだけたらと思います頑張ります そう,でもそう行きたいのに当たりませんってお声が多かったから本当に皆さん当たりますように当たります今ので当あります当たります皆さんお待ちしておりますはいわなんか言おうとしたんだけどやばいあと7分しかないということでそろそろランキングを読んでいくちょっと30分ってこんなに短いの 正直びっくりうん30分ってこんな短いんだ正直びっくりうんじゃあランキング読むよみんなありがとねちょっとの時間なのにでは読んでいく13位中川さんありがとうございます握手もありがとうまた来てね続いて12位チョキンさんありがとうお 配信見れてる、無事韓国着いたかな。アンニョーン。さなひん、ありがとう。じゃあ、続いて11位、十一田所さん。お、田所さんも無事帰れましたか。ありがとうね、間に合ってよかった。ありがとう。そして、十一ケイシン君。ありがとう。ちょっとね、プリン食べてみるね。気になる。ちょっと、あの、親にまず聞いてみます。ありがとう。またねー。続いや、九位フロストさん。ありがとう。 あ、やばいやばいやばい。残しちゃった。ロ瀬さん、ありがとうね。また。見に来てください。ありがとう。続いて8位。お茶っぱタイムさん。あとまく。今日も元気にハッピー。ハッピー。イェーイ。ありがとう。お茶っぱタイムさん。お茶いいよね。<laughs> お茶好きよ。最近、お茶飲んでます。ありがとう。<laughs> また見てください。続いて何握手して。元気100倍、百万倍だよ。あとみか。 よかった嬉しい美香さんも熊本からありがとねもう本当にかっこいいサングラスももう私も似合わせられるようにちょっと自分磨きこの夏頑張りますありがとうまたねでは6位「ともくんアットマークジャンケットバンク読み終わった語りたいえ嬉しい早速読んでくれてるありがとうそうジャンケットバンクめちゃめちゃ面白いから語ろうねぜひとも次の握手会もお待ちしてますありがとう」 続いて5位。島田和之さん、ありがとう。和之さん、ぜひね。もう今日、金沢帰ったと思うんですけれども。いや、輝きフェスめっちゃ言われた。みんな輝きフェス、ちょっとまだわかんないので、詳細だったらまずすぐ言うね。ありがとう。金沢で待っててね。ありがとう。そして4位。チョコミントさん、アットマーク、約束通り、アクスタ、ポチりました。お、ジャパネットヒューカのお願いが聞いたかしら。そう、今日、実は握手会のところに、アクスタ置いといて、めっちゃ可愛かったよね。 次回で3しちゃうんだけどめっちゃあれ漏れてるので皆さんぜひアクストゲットしてくださいよろしくお願いしますありがとう続い3位翔くん後幕くおなんだ横浜で食べたかラーメン醤油塩飯テロお待ちしてます <laughs> ありがとうじゃあ続いて2位竹蔵さんありがとうねえ竹蔵さんいい位置にいましたからねあ名前変わったジャパネット竹蔵 アイバル現ラバジャパネットたけぞありがとうぞ <laughs> ありがとうまたジャパネット一緒にしよういつかまた見てくださいありがとうでは続いて最後 1>, 1位ナラブさんありがとうございますナーラブさんありがとうクマもタワーもクマタワーか <laughs> ありがとうナーラブさんなんか可愛い,いね猫ちゃん 優しい今日はお疲れ様でした体を大切にしてね大切にするめちゃめちゃにでも明日めっちゃ朝早い今日,今日と同レベぐらいでも嬉しいお知らせができると思うのでみんな楽しみにしててね早起き頑張るよありがとうじゃあラッキーカニカニを読みますか22はみだしっこさんアットマークイゴソーわーはみだしっこさんイゴッソーどう,どういう意味なんだろうイゴソって お見と。あきカニカニ、おめでとう。じゃあ、もう一人の方いくよ。はい。38位、沸騰席さん。沸騰席懐かしい。理科の実験でやりましたわ。沸騰席の沸騰かけなくて、ちょっとね、難しかったよね。<laughs> っていう感じで懐かしい気持ちになり、終わります。<laughs> みんなありがとう、見てくれて。 いやいやこちらこそ朝早いのに配信してくれてありがとうだってそんなことないよもう最近ね結構カツカツでしてなかなか配信ができていなかった本当にごめんねでもこんな短い時間でも皆さんとお話できて元気が出ましたなので皆さんもちょっとは元気になれてたら <laughs> ほら慣れていたら嬉しいですはい早く寝てゆっくり休んでねありがとう 体に気をつけてありがとうもうみんなも体に気をつけるんだよ夏バテとかね気をつけようね <laughs> 焦りすぎ気をつけようね約束ねうん気をつけようあひゆか好きだって知っとるようちこれめっちゃ好きで <laughs> 好きですとか大好きですとかめっちゃよかったですとか言われた後にえ知ってるっていうのが 好きなんです。ありがとう。私もみんなのことが大好き。ありがとうね。だからみんなも私が、え、本当に大好きです、皆さん。って言ったら、知ってるって言ってください。そしたら、私の配信見たね <laughs>。ってやるんで、知ってるって皆さん言ってくださいね。あら、嬉しい。ありがとう。でも今日初めましての方もいっぱいいらっしゃって、えー、本当にみんな、 さんだ <laughs> ありがとうございます本当にもうねやっぱりみんなと仲良くなりたいの本当にね昔から応援してくださる皆さんももちろん大好きみんな大好きでもみんな優しいこれほん,ほん,ほんまにほんまにですわうんそういうことでみんなありがとうみんなもいい夢見てねゆっくり休んで2日間本当にありがとうございましたちょっとまたいろいろ 会える場を作れたら、あ。今週リリイベもね、あるからね、待ってるよ。禁止帳と劇場ねうん、待ってるよ。やばい時間がない。ありがとうね。とにかくお休み。みんな早く寝るんだよ。おやすみ。ありがとう。おやすみ。切れるかな。おやすみ。おやすみ。ありがとう。おやすみ。